ハイブリッドと電気自動車が普及する中、スズキはユニークなエンジンとボディデザインを持つハイブリッド燃料電池バイク、クロスケージを東京モーターショー2007に出展しました。動力源を、水素としまして、それに、燃料電池を採用しています。でそうすることで、大変軽量で、コンパクトな車体とすることを可能としました。クロスケージに搭載されているイギリスインテリジェントエナジー社製の空冷式燃料電池は、空冷システムやラジエーターを一切必要としないので、小スペース化によりデザインが一層引き立ちます。水素燃料タンクの上に設置された燃料電池はコンパクトかつ軽量で強力です。燃料タンクのパワーは酸素と水素を結合して作られますが、排気は水蒸気のみなので環境によく、二酸化炭素を軽減するのに役立ちます。水素タンク一つでクロスケージはおよそ 200km 走行可能で、出力は 125cc です。クロスケージは本体のクロスのデザインのみならず、十字の後ろに設置されている水素タンクを保護しています。また、シャーシの上のセンサーは、随時水素の漏れをチェックし、異常がある場合、自動的にタンクをロックして開くことができないようにします。クロスケージは、技術提案モデルでございまして、ただいま発売に関しては予定の方は申し上げられないんですけれども、開発に向けてですね、いろいろテスト試行錯誤しているところでございます。Digging for News.